どうもレオです。コチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではロマサガリユニバースガチャ引いていきたいと思います。はいはい、来ました。うん、 1.5 周年、うん、やはり予想通り第2弾来た。来ましたね。おお、かっこいい語りの。パウルス編というところで、まあ、見ていきましょう。そうなんです。カタリナです。すごいかっこいい。目覚めようと。めちゃくちゃかっこいい。欲しいです。ね、めちゃめちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。そして、アビリティね。花鳥風月。風雪即位付けを命中させるとき、乱れ雪月下が発動する確率中。要は、連撃しますって言ってるんですよ。初めて。うん。っていうのは、ね、これちょっと話すと長いのかもしれないですけど、乱れ雪月下っていう技が昔あったんですね、まず。うん、で、それが、途中、サガフロあたりかな、うん。で、連携技っていうので、乱れ雪月下っていうのが発動するようになったんですよ。うん、で、そこのちょっとオマージュというか、うん、変えた感じなのかなと思ってますよっていうのは、ついに再現されてるようです。うん、待ってた。乱れ雪月下は待ってたよ。で、じゃあ、ぜひとも欲しいところ。ぜひとも欲しい。弱点集中3のテンションアップが5と、文句なしという感じです。まあ、カタリナという時点で無条件で文句なしなんですけど。見たい。まあ、飛び込み切りは、普通？普通ですよね。で、風雪即位付けっていうのが、あ、雪って言ったでしょ？うん。で、この乱れ雪が、じゃあ、花ってなの？雪だった。カット、うん、かっこよすぎね。欲しいです。欲しいです。はい、そして次パウルスですね。うん、これもかっこいいね。かっこいいです、うん、で、これもアビリティがダの号令持ってます、連機旺盛持ってます、テンションアップの4持ってますと、うん、なかなか。そして技もこのワイドハンマーっていうのが BP5 で全体攻撃になるので、かなり強そう。打のボーラーっていう感じよね。で、脳天割りもなんとね、プラスになってると。ちょっと強い？うん。かなり強いダメージが出るんじゃないかな。すごい。もうかなりかっこいいよね。かっこいいね。旋風回転力。いいね。こちらもなかなかの。自身の腕力も上昇させてくれるというガチガチですね。うん、そして最後、お、レオニード。なんか、ちょっとあれだよね、V 系のね。V 系のなんか、儚げというか。そう。わかる人わかるかもしれない。マリスのマナみたいなさ。髪の毛赤いけどね。そう、赤いけどね。うん。なんか、そんな雰囲気を漂わせてます。まあ、ヴァンパイアなんでね。あ、そう。うん。で、アビリティが、ヴァンパイアリンク。攻撃命中時自身と、ランダムな味方生存者1体のヒットポイント回復。うん。初めて、自分が回復するだけじゃなくて、周りの誰かも回復させるかもっていう、アビリティかな。ね。で、テンションアップ4の強襲3と。うん。で、技、こちらも、ナイアガラバスターと。ナイス。いう投げ技ですね。滝のように投げるの。そうですね。滝、ホラー。ホラー。ホラー。意外に可愛いの出てきたな。そう。で、ブラッディーパー。うん。で、最後、ナイアガラバスターですね。滝のように。うわ。これね。落とされた。このナイアガラバスターを待ってた人も多いのではと思います。うん、っていうのが、ロマサガ3で、うん、倒す、フォルネウスっていうやつ相手に、うん、ロブスターっていうエビがいるんですよ。へそいつが、このナイアガラバスターっていうのを結構覚えやすくて、うんうん、そのフォルネウス倒すのに、このナイアガラバスターをめっちゃ使ったっていう思い出がある人が多いのではと思うし、まあそのロブスター、エビに持たせてあげた。うん、まあでも、初めてはエビでもよかったかなってちょっと思いつつも、まあでもナイアガラバスター出てくるってことは今度、エビ出てくるときには絶対ね、うん、持ってると信じて、うん、楽しみに待っていると思ってます。うん、こんな3体。はい。これは生きて。50連できます。誰でもかっこいいわ。で、また、ありがたいことに、もう一個このまた 1.5 周年の
また3ステップごとに、まあ4ステップで1回、3ステップで1回無料ってやつが来てまして、うん、初回無料なんで、まずこれを引いて、その後引こうと思います。お願い。行くぜ。あ、ここは無料なんだ。無料、無料、あ、うさぎさんはいいよ。いいよ。いい流れだよ。あ、あ、いい流れだよ。このままね。エレンが欲しいよ。エレンが欲しいよ。エレン来てくれたら、すごく嬉しいよ。えい。えい。えい。はい。え？あ、ユリアンじゃん。異常なしってところかな。異常なし。あ、でも出た。ありがてえ。やった。無料で。無料で。白ウサギさんいいわ。白ウサギいいわ。まあまあ、エレンは出んか、そう簡単にな。いやでも、ユリアン来たのはありがたい。うん、嬉しいですね。次。さあ、ここ、本番ですよ。この流れでいこう。この流れでね。ウサギさん。ウサギさん。ウサギさんがいい。ウサギさんだ。いいよ。いい流れ。ウサギさん。さあ。お願い。さあ、こっから。お願い。さあ、来て。爆発はしなかった。いや、とはいえ、とはいえね。ど？ど？ど？ウサギさんだった。うん。うん。ダメか？いや、まだ。まだ、望みは、もう、あると思い、信じたい。ああ、これは。ダメだった。いや、まだあと。ウサギの力及ばず。40例あるから。うん。本当にうさぎない。え、誰もいない。だからこれ、これドハズレの流れ。いや、わからない。こっから当たったって言ってるんかな。こっから当たったよってあるのかな。演出全くなしで当たるからのスタート。え、嘘。やったー、やった、来たじゃん。演出何もなくても。マジで。すごい。いやー、やっぱあれだな。この俺のウサギの力だ。俺のカタリーナへの愛が演出を超えてきたわ。演出の壁を。ありがとう。やったー。やった。もう絶対無理だって思ったでしょ。思った。この回はダメだって思ってた。もうね、次だなって思ったでしょ。よし。こっちも思った。でしょ。よし、行くぞ。もうね、ありがとうの意味を込めて、まだ。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。あ、ほら、おさぎさん。いよいよ。あれ、これ。これは。あ、怖いしないな、今日は。今日何にも。でも、逆にみたいなとこあります。そうだね、この感じ。諦めちゃいけないってことだね。希望は捨てちゃいけない。希望は捨てちゃいけなかったんだ。うん。最後まで。そうだね。あの分だ。何が起きるか分からないってことだから。本当に分からねえな。誰？これあれでしょ？今は命をかけるとき。あっ！マジで？あ、お、マジで？すごい。しかも今、あ、後から青くなったよ。下のとこ。そうだね。え？何でスまで取れたんですか？やばい。やばくない？やばくない？どうしたの？どうしたこれ？いや、もう行くわ、もう。あと、もう行くわ。うん。え？すごい。あ、ウサギも、キツネも。ウサギもキツネも。あ、はい、はい。え、これ、ちょっと待って、大勝ちじゃない？ちょっと、え、マジで？すごくない？これで逆に出ないっていうかもしれない。そんなことある？これで逆にみたいな。そう。よくたどり着いた。ちょっと待って、全滅じゃん。これレオニードでしょ。うわぁ！よし！すごい！しゃ！何これ！もう運は使い果たしたわ。見たかい。もうすべての運を使ったわ。
レオが。これは。いや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 、どうした？うわぁ、ぶっ壊れた。怖い。ロマサガが壊れました。どうしたの？いやいや、全然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 。うわぁ、30年。ん？ 40 年？ 40年わかんなくなってきちゃった。40年かな、うん、全抜きだって。ちゃんと感謝の。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。絶対、第3弾来るようなことあったら。いや、そういうの考えるのやめよう。よし。いや、もう、完璧だ。完璧です。完璧すぎる。それはもう、大変なことをしたよ。大変なことをしたね。っていうのか、深い。やばいな、これ。綺麗だし、かっこいいね。かっこいいよね。かっこよすぎない。ね、過去一ですよ。いや、もう完璧だ。これめっちゃ育てよう。うん。めちゃめちゃ強くするわ。うん。よし。じゃあ今回ここまでで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。